こんにちは。シュゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部、天心です。シュゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるの？といった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは法華経の仏説と瞑想ということでお送りしたいと思います。はい、ちょっと仏説について紹介しつつですね。まあ、世界観をね、私たちの世界観の広がりが霊界の広がりであり、霊界の広がりこそが私たちの、まあ、霊覚を向上させたり、様々なね霊力を強めるということにもつながるし、まあ霊性豊かになるためには、まあそういう世界観を広げることが大事なんでね、そのための瞑想法をちょっと紹介していきたいと思います。法華経の仏説なんですけど、法華経というのは結構長大なね、お経のなんですけども、いろんな何編とかいろんな章立てで構成された、まあお経で、その中の仏説なんですけどね、まあ一回もしかしたらどっかでのシュゴスピラジオでお話したことあったかもしれませんけども、まあ繰り返しになってしまうかもしれませんが、まあちょっと紹介してみますね。で、どんな話かというと、まあある兄弟がいるんですね。ある兄弟がですね、道をまあ歩いていたわけです。そうするとですね、まあ、一辺の、まあ、どのくらいの量がよくわからないですけども、黄金を見つけたんですよ。ね、黄金が落ちてたんです。まあ、なかなかない経験ではありますよね、黄金を拾うって。でもまあ、運がいいことに、兄弟は黄金を見つけて拾ったんですね。黄金だと、すごい。で、その兄はね、その兄弟の兄は言うんですね。この黄金はまあ二人で見つけたから、二人で半分こしようと。で、半分ずつこう、まあこう、何らかの方法で二つに分けて、まあ、兄弟仲良く、ね、一つずつ持ったわけですね。半分こずつ。で、兄は弟に言うわけです。この黄金はね、本当にラッキーで、強行で見つけられたけど、ね、もうこんなチャンスはなかなかないんだから、大事にしなきゃダメだぞと。大切にしなさいと。いうふうに弟を諭すわけです。で、弟は兄にそう言われたんで、わかりましたと。この黄金はね、非常に大事にしますと。いうことで、まあ、兄にそう約束をしましたと。で、その後ですね、兄と弟はまあ、何らかの理由で、こう、別々の道を歩むようになるんですね。で、しばらくこう、兄弟バラバラでまあ、生きていくことになるんですが、兄はですね、その数年後にものすごく、まあ、大金持ちになって、富豪と呼ばれる立場になっていました。それはですね、その時拾った黄金のかけらで、おもとでですね、まあ、商売を始めたりとかしてですね、いろいろとやっていくうちに、こう、成功しましてね、今やその富豪になってお屋敷を建てて、でそこには、まあ、その、使用人みたいな人たちも雇ってね、もう、長者という感じで、まあ、暮らしてたわけですね。で、まあ、非常に豊かになって、ハッピーになったわけですけど、その兄の方がですね、ある時、まあ、使用人を引き連れて、牛車に乗って、このね、町をこう、移動してたんですね。そうするとですね、前方からなんか、ボロボロの服を着た男が一人、こう、歩いてきたんですね。で、誰だろうと思ってですね、その兄は、よく見ると、その男、どこかで見覚えがあると。で、よく見るとですね、昔ね、別れた弟じゃないかっていうふうに気づくわけですね。あ、弟じゃんって、まず気づくわけです。で、その身なりを見て、こう、思うわけです。なんだと。なんであんなみすぼらしいボロボロの格好をしてるんだと。あの時、半分、ね、黄金を分けてあげたじゃないかと。なのになんでこんなこいつはボロボロの格好をしてるんだと。ね、大方、ね、ね、黄金をね、無駄遣いでもしまったんじゃないかと、ね、あれほど大切にしろと言ったのにと思ってですね、まあその男にね、ボロボロの男に近づいていって、兄は言うわけです。弟だろと、弟よと、お前どうしたんだその姿と。弟もまあびっくりして、あ、兄貴だと思って、で、あ、どうもお久しぶりですみたいな感じでですね、言うわけですけど、で、まあ、兄はね、弟に言うわけですね。お前、そんなボロボロの格好してな、黄金どうしたんだと。黄金あげただろと、半分。ね、無駄遣いしちゃったのかと、言うわけです。でも弟は言うわけです。そんなことありませんと。あの時兄は言ったじゃないですかと。黄金を大切にしなさいと。
私はその言いつけを守って本当に大切に大切にしました。で、今もこうして布に包んで、ね、大事に持ってますって見せて、その時の黄金を見せるわけですよ。ね、まあそういう話なんですけど、要はですね、同じ黄金を手にした、まあ兄と弟なんですけども、兄はその黄金を活用して、物事をね、まあ商売をしたりとかして、豊かになったと。だけど、弟は大事にしたんだけど、大事にするの意味が違うと。ね。とにかく大切に大切にっつってね、こう思って、肌身離さず持ってたんだけど、ね、それを活用するということが分からなかったわけですね。だから、まあそういうふうに、こう、開いてしまったと。ね。貧富の差みたいな感じで。で、この話は何を指してるかというと、まあどんなありがたいね、仏教の教えでもね、それを単純にありがたがってるだけではダメなんだよと。それをもって悟りへと至らないと意味がないですよっていうね。まあそういったメタファーを聞かせた仏説なんですけども。まあ要はですね、物事っていうのは多面的に見ていかないとダメだよねっていうことでもあると思うんですよ。というのは、まあ黄金を大事にする、それをまあ家宝のようにこうね、掲げるのも別に間違いではないと思いますよね。せっかく拾ったんだしと。だけどもやっぱり黄金はそれ以外の価値があります。それによってですね、資金を得ていろんなものに投資をしたりとかね、それで商売を始めるということをすれば、兄のそのね、仏説に出てくる兄のようにですね、こう豊かになることもできたわけです。なので黄金一つとっても多面的な見方ができると。ここが結構重要なポイントですよね。で、この多面的な見方をする、できるっていうふうになるためには、やっぱり瞑想をするっていうのが一つありまして、で、瞑想法もいろんな種類があります。今までも瞑想に関する様々なやり方とか、方法論はご紹介してますので、まあ興味のある方はちょっと過去のね、ラジオのバックナンバーを、まあ、探してみるのもいいかなと思うんですけど、まあ今回は、この多面性を鍛えるというか、多面性というものをこう持っていくための瞑想法です。どういう瞑想をするかというと、まず一つ、何でもいいです。物品を用意してください。何でもいいですよ。自分の持ってるなんか小道具でもいいし、家の中にある家具でもいいし、リンゴでもいいし、ね、食べ物でもいいし、何でもいいんですけど、それをまず用意してください。用意してって言っても、まあ実物用意しなくてもいいんですけど、イメージの中でもいいんですよ。瞑想なんで、イメージの中でそれが目の前にあると考えましょうと。で、それはどういう用途で使うのかっていうのをまず考えますと。ね、イメージするわけです。例えばコーヒーカップがあったら、コーヒーカップはコーヒーを飲むために使うんだというのが、まあ通り一遍な一つの機能ですよね。ところが、コーヒーカップは本当にコーヒーを注ぐためだけに使えるのか、コーヒーカップをもっと別の使い方ができないかっていうふうに、別の方法を考えてほしいんですね、今度は。つまりコーヒーカップというのはあくまで一つのその物品に対する、なんですかね、働きを持たせている、自分の中に意識的に働きを持たせているだけですね。これはコーヒーカップですよって言ってるけども、別にうがいをするときのコップに使ってもいいわけだし、コップじゃなくても何かの重しに乗せるとかね、何かの重しに使うとかね、例えばカップラーメンのなんでしょうね、蓋をこう閉じとくために置いとくとかね、あるいはもっともっと別の使い方ができるかもしれません。そういったあらゆるいろんな使い方できないかっていうことを考えてほしいんですね。その考えていき、意識的にこうね、物事の可能性を探っていくということをずっとずっとイメージの中でやっていくとですね、こう、霊界の多面性というのが広がっていくんですね。我々はどうしても物事を通り一遍に一つのもので考えてしまいがちで、これはこういうもの、あれはああいうものっていうふうに決めつけてしまっているんですね。その決めつけが実は自分の自由な心を縛っていて、自由な発想というのは決めつけを解いた時に自由な発想ができるようなんですね。だからこの瞑想法をやると発想力が上がるという、まあ現実的なメリットもあると思うんですけど、一つには世界観を広げ、一つにはというか根本的には世界観を広げ、霊界を広げていくという、ね、瞑想になると思うので、ね、何か一つこう思い浮かべて、で、それに対する多面的な使い方、活用の仕方、ね、普段本来そんな風に使うもんじゃないみたいなもので全然構わないんですよ。
本来というものを取っ払っていろんな可能性を見出していくっていうことをやっていくと、そうすると世界観が広がっていきます。そういう瞑想が、ね、一つ考えられますので、まあ霊界転換とか霊界を広げていきたいなというふうに、そういうことにですねご興味がある方ね、私の守護スピラジオとか聞いてくださっていれば、そういったお話たくさんしてると思うので、どうしたらいいんだろうと思っている方はそういった瞑想をしてみるというのもいいんじゃないかなと思います。ということで今回はですね、法華経の仏説と瞑想ということでお話をしてみました。ということで今回も守護スピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。